カピバラは、川辺にある開けた草原から、熱帯雨林など様々な環境に生息する。カピバラは、寒さに弱いため気温が下がると、身を寄せ合って保温を行う。カピバラは、泳ぎは得意であるが、雨の時は濡れないよう、身を寄せ合って雨宿りする。カピバラは、温泉の美肌効果や、リラックス効果の研究に使われたことがある。